武田亮介さん日本共産党の武田亮介です新型コロナウイルスの影響を受けておりますタクシー事業者について再び質問させていただきたいと思いますあの3月の10日に当委員会で質疑をさせていただいた際にタクシー事業者への影響については3月3日から調査を始めたということでありましたあの資料もつけましたけれどもその時の調査票であります その後、ですね国土交通省で行った調査で、どのような影響が明らかになったか、ご説明いただけますでしょう一味自動車局長。お答え申し上げます。3月の初旬に実施をしました調査につきましては、235社を対象といたしまして、運送収入でありますとか、資金繰りの状況、雇用状況などについてアンケート調査を実施しております。その結果でございますが 運送収入の前年比では、1月実績で98.7%、対前年度ですね、2月実績で93.4%、えー、この時点では3月は見込みになりますが、3月見込みでは77.9%、4月の見込みでは78.7%という回答がございまして、3月以降に大きな影響が出るという見方が読み取れると思っております。また、資金繰りで困っている状況という問いがございますが、その回答にではです、ね、長期化すると影響が出るであろう。 あるいは状況を見ながら金融機関からの融資を検討するといった答えがございまして、雇用状況について対応したことはないんでしょうかと、何何であろうかという問いへの回答につきましては、雇用調整助成金やセーフティーネット保証制度を活用する予定であるという答えがございました竹田良介さん。あの資料の2に、今ご説明いただいた内容をつけてあります。で 今、説明の中にも3月見込みとありましたけれども、今、説明いただいた調査は3月に行われたものでありますが、えー、国土交通省として4月以降の調査はその行っていないのかどうか、その4月以降の調査はどのように行われ、どういう結果があるのか、これもご説明いただけますか。自動車局長 お答え申し上げますまずあの3月上旬に行ったものを先ほど申し上げましたが、もう一度あの3月の中旬に行っております。で、今後ですね、4月の中旬にも行っておりますが、毎月1回調査を行っていく予定にしてございます。対象者は235社、全国から発出をしておりますが、47の都道府県ごとに、 大きな会社、中ぐらいの会社、まあ、小さな会社、これを選定しまして、各県5社ずつ選定しまして、アンケート調査を実施するということにしておるところでございます委員長武田良介さん。あの中身について、ちょっと触れて、直接触れていただきませんでしたが、資料の3につけてございます。あの私ですねあのこの調査極めてて不十分ななんじゃいいだろうううかというふうに思って おりますあのまず、国土交通省として直接やったわけではなくて、業界にお願いしたということをお聞きしておりますけれども、まあ、それがいいんだそれでいいんだろうかということを前提にしてです、ね、不十分ではないかというふうに思っておりまして、1つは、えー、全国、先ほど、えー、お話ありましたけれども、法人タクシー事業者、大体6147社ですか、最新の数字で、あのそこのうち235社。あの 都道府県各5社抽出という話ありましたけれども、しかし、その福祉輸送限定の <laughs> 事業者ですとか、あるいは個人タクシーの事業者などもいらっしゃいます、こういう方たち4万社を超えておられるわけですね、全体として見たら場合に、この数が少ないんじゃないかというふうに思います、それから235社、えー、っとそれぞれこう追跡して調査をしていくというふうに伺っております。 あの追跡して変化をつかんでいくことは重要だともちろん思いますけれども、それ以外の事業者がどういう状況になっていくのか、ここが視野に入ってこないのではないだろうかというふうに思います、それから調査している項目ですね、今、あの資料の3にもつけましたけれども、この項目も少ないんじゃないだろうかというふうに思うんです。 あの前回の質問の際にも資料をつけさせていただいた資料1の調査表ですけれども、雇用状況という項目ありましたけれども、今回のその業界団体を通じて行っている調査、ここに項目に入ってないんですね、政府が緊急事態宣言を発して、さまざまな分野で自粛を要請されて、 全国のタクシー業界でも雇用問題が深刻さを増しているわけですから、この調査ではやっぱり不十分と言わざるを得ないというふうに私は思っておりますが、えー、と大臣、この点でどうでしょうか、不十分だというふうに思いにならないでしょうか。一味自動車局長。 お答え申し上げます先ほどあのご質問の趣旨をちょっと勘違いしておりましたので4月以降というふうに言われます。た3月下旬で出ております数字を申し上げます運送収入につきましては前年より20%以上減少する事業者は3月以降は6割から7割に 急増するという結果出てますまた、輸送人員も3月以降は前年に比べて約40から50%減少すると見込まれる結果となったというふうになっております。また、あの資金繰り支援の活用状況は68、68%が活用に向けて検討中、雇用調整助成金は72%が活用に向け検討中という結果となってございます。で 4月につきましては今、集計中でございますので、これが出ましたら、またご報告をするということにさせていただきたいと思っております。また、ご質問いただきました雇用につきましてでございますけれども、雇用につきましては、雇用対策に関して、雇用に関して何か講じている措置があるかというのがあの質問票でございます、3月の初旬に作りました質問票でございます。これについては、例えば雇用調整助成金を取得すべく対応に入ったと。 いうようなことはございまして、雇用状況を直接を聞いているわけではございません、この質問項目をご覧いただきますと、雇用,雇用状況について、講じている措置については何かという聞いているところでございます武田亮介さん。あの私、この調査が不十分ではないかというふうに聞かせていただきましたけれども、その点の認識はいかがですか。市民自動車局長 お答え申し上げますあの数についてのご指摘をいただきました、法人については6147社ございますけれども、実はあのこの調査をやるにあたっては、各社ですね、結構やはりこういうことは余分な負担なので、やめてほしいということを言ってこられます、まあ、その中で全国で235社を選んで、それもあのご指摘いただいたように、追跡調査をやっておりますので、ある程度のデータは出てくるんだろうというふうに思っているところでございます。 武田良介さんあの不十分だというふうにおっしゃらないわけなんですけれども、まあ、負担かけるっていうけど、235社なんですよね、それ以外の事業者は、むしろ実態つかんでくれっていうふうに私は聞きますよ、タクシー事業者さんは、国はそういう状況をつかんでるんだろうかと、大臣、この後質問させていただきますので。 大臣この後質問させていただきますので、ちょっと実情も紹介させていただいた上で、大臣、ご答弁いただきたいと思うんですけどあのロイヤルリムジンの話はもう全国的に知られる状況になっていると思いますが、緊急事態宣言の翌日である4月の8日に、ですねグループ傘下の5社600人,に600人の従業員に突然、退職強要を通知されました、自公総連の組合がある目黒事項では、ですね退職強要を撤回させて、 事業,そうですね、事業の継続、それから一部休業をして、休業保障を支払うということで合意ができているわけです。しかし、その組合のない他社ではです、ね、退職合意書にサインさせられるということもあるわけです。で同時にこれ、ロイヤルリムジンだけではありません。4月の30日には、宮城県の千羽流通が35人中、約半数の労働者に解雇を通告。 その他にもいくらもたくさん聞いておりますが、東京の流星自動車というところ、あるいは神奈川の松田合同自動車、兵庫の体制交通、まあ、いろんなところで出れているんだという実情を聞いております。こういう解雇通告が各地で出されておりまして、こういう事態がすでに発生し,してしまっているわけですから、先ほどの調査もね、私はやっぱり不十分だと。 いうふうに思いますし、この調査をもっとしっかりやるべきなんじゃないだろうかと、国交省自身が実態を把握するべきなんじゃないだろうかというふうに思います、少なくとも国交省があの3月の時点に雇用状況について聞いているわけですから、こういう調査をしっかりするべきじゃないかというふうに思いますけれども、大臣、よろしくお願い,いたします中葉国土交通大臣。あのですね、あの私たちは、ハイヤー、タクシー業界とこの調査だけで、えー、やり取りをしているわけじゃございません。 それこの調査自体も、今、委員自体も言われてましたが、その47都道府県の全国ハイヤータクシー業界という組織を通して定点調査をしていただいておりまして、当然そのプロセスの中、また日常的にも、私の大臣室にも、この全国ハイヤータクシー業界の会長をはじめ、各都道府県の役員の皆さん、しょ,しょっちゅう足を運んできた来ていただいておりますので、われわれはこの業界、先ほどから何年も言っておりますが、公共交通機関として重要な、 一番大,大切な、えー、インフラであり、また中小企業、零細企業も多い業種だということで、それをこの紙だけでの付き合いをしているというのは全く誤解だということをはっきりと申し上げておきたいと思います。しかしその中でこうした厳しい状況の中でありますので、我々も先ほど申し上げました。えー 特,殊なあの特例措置でですね宅配等々のデリバリーという新しいことも、えー、認めたりとか、精一杯のことをやっておりますが、しかし、本当に厳しい状況の中で、えー、倒産のやむなきに至っているということも出てる、これも看過することはできない、えー、このことについてはしっかりと、えー、フォローしていかなければいけないと思っております。また組合の,雇用の問題についてはこれは 我々の所管ではなくて、当然、厚生労働省の所管でありますが、当然我々も業界の維持という面ではフォローをしてきますが、今言われたような組合との訴訟の問題については、 一義的にはあの厚生労働の省のお役割分担だというふうに認識をしているところでございます。まあ、なんか、自動局長から補足があれば、私、ちょっとその不十分かどうかということについて、先ほどあの回答申し上げたかったので、手を挙げ,挙げたわけでございますので、えー、ちょっとフォローすることはいいですか、はい、武田遼介さん、はいあの。紙だけではなくて、日常的にお付き合いもあるんだというお話だったかと思いますけれども。 実際にはですねタクシー労働者が解雇されるという状況が現実に起こっているわけであります。で、この状況を放置したら、タクシー労働者は生きていけない、生活できないという声がどんどん上がっておりますし、業界全体にとっても非常に大きな打撃になるんじゃないかと、えー、政府はですね今、厚生労働省という話もありましたけれども、雇用を維持するために雇用調整助成金の制度を設けて、えー、おりますしで、事業者の負担を軽くしてですね、 使い勝手が良くなるように助成率の引き上げをする、あるいは申請手続きの簡素化をする、さまざま対策を講じておられるわけであります。でしかし現場ではそれでもなおこう、まだ使えないと、手続きをもっと簡素化してほしいだとかいう声が出てきておりまして、やっぱり使われ,使われなければこれならないというふうに思うんですね。 労働者の側が誇張金を使って休業をしたりしてです、ねえー、雇用を守ってくれということを事業者の方にお願いをしているわけですけれども、しかしその、それに対して聞く耳を持たずに解雇するということがこうやられる、こういうことなんですね、国交省にあの今の答弁を受けて、もう一回確認しますけれども、タクシー労働者が誇張金使って、雇用を維持してほしいと言っているけれども、解雇されてしまうと。 そういう実態あるということをご存知なんでしょうか。一見自動車局長。お答え申し上げます。報道によりまして、事業者におきましてタクシー運転手が解雇されている状況があることは承知をしております。その場合ですね、私どもの運局や支局から会社に連絡を取りましてどういう状況なのかを確認をしているところです。ただ先ほどの大臣からも答弁ございましたが。 ここの雇用契約に関する問題につきましては私どもの所管というよりは厚生労働省さんでございますのでそこにおつなぎをして厚生労働省さんで対応していただくということでございます私どもはタクシー事業の継続的な実施ができるかどうかそのために雇用が維持されているかどうかこういったところを見ているところでございます武田良介さん報道を通じて知ってるっていう受け身ではならないと思うんですねでじゃあ厚労省に伺いたいと思うんですけれどもあの一般論で結構ですけれども 雇用維持のために設けられたこの雇調金制度ですけれども、政府はこの今回のコロナで使い勝手を良くしようということでやってきた、できるだけ使うこと、使ってもらうことが望ましいというふうに私も思いますけれども、政府として今後、どういうふうに対応していくのか、ご説明いただけますか厚生労働省、田舎高齢障害者雇用開発審議官。 お答え申し上げますあの新型コロナウイルス感染症の影響が拡大する中で、えっと、事業主の皆さんが雇用調整助成金を積極的に活用いただき、働く方々の雇用の維持を図ることは喫緊の課題だというふうに考えてございます、喫緊の課題だということで考えてございます竹田良介さ,んあのさらに手続きの簡素化だとか、努力されていることあるんじゃないですか。 厚生労働省高谷高齢障害者雇用開発審議団。承諾しました。えっと私もそのぜひあの活用いただくために、えー、まあいわゆる使い勝手の良さといいますか、あの申請の簡便指定。 申請手続きを勘弁にしようということで、例えば、えー、申請書類等の記載事項を半減するとともに、計画届の事後提出を認めるなど、申請手続きの簡素化を図っております、また今般、小規模事業主の対象として、実際の休業手当額を用いて、助成額を算定するなどあの算定、えーえーと、助成金の算定方法を簡略化いたしまして、申請手続きのさらなる簡素化を図っている。 ろろうととしているところでございます、えー、さらにこれに加えまして、えっと、その簡素化の取り組みに加えまして、えっと、雇用調整助成金の申請書類作成を分かりやすく解説した動画を作成、公表しているほか、小規模事業主の皆さんにもを対象とした分かりやすいパンフレットを作成することとしており、えー、この簡素化と合わせまして、事業主の皆さんがより円滑に申請書類を作成できるように努めているところでございます。 こうした取り組みを通じまして、事業のの皆様に、雇用調整助成金を活用いただき、働く方々の雇用の維持が図られるよう努めてもらいたいというふうに考えてございます竹田良介さん。休業手当を支払わないと、助成されない仕組みがハードルになっているという声あると思いますけどこの点は、何か変更でありませんか。厚生労働省田谷審議官お答え申し上上げますす雇用調整助成金はその、えっとまあ、あの景気が経済上の理由でですね えと事業が縮小して、その、する中で、労働者の方を休業させて休業手当を払って、雇用を維持をするという場合に、お支払いするという助成金でございますので、当然、前提として休業手当をお支払いいただくということになってございます竹田良介さんあの。タクシー労働者の皆さんが金を使って 使う場合にもです、ね、あの6割という話が以前ありました、まあ、今、拡充という話ありますけれども、事業者の方はなかなか100%こう出すというふうになかなかならないという実態もある矢に聞いておりますけれども、私はやっぱりしっかり保障される、100%保障されることが望ましいというふうに思いますけれども、その点、厚労省、どういう認識でしょうか厚生労働省、たがや高齢障害者雇用開発審議官。お答え申し上げます。えっと 雇用調整助成金につきまして、私どもさまざま特例措置を設けているところでございますが、特に支払い能力が乏しい企業におきましても、労働基準法上の基準を超える効率の休業手当が支払われ、労働者の雇用の維持と生活の安定が図られるよう、解雇等を行わずに雇用を維持する中小企業に対しましては、 休業手当これ、法律では60%という基準法上になってございますが、それを超えて支給する分につきましては60、60%を超える分をお支払いたく分については、助成率を100%ということで、公立の助成を、制度を特例として講じているところでございます。 私どもといたしましてはこの、このような特例措置を活用していただきまして、できるだけ効率の休業手当をお支払いいただくよう、周知を図るなど取り組んでまいりたいというふうに考えてございます武田亮介さん。そういう拡充やってきたわけだから、大いに使っていただいて、生活保障にも解雇にもならないようにも、大いに活用していただきたいということだというふうに思います。あのあの確認しますけれども、雇調金の上限の問題もありましたけれども。<coughs> あのこの点はどうなのか、その100%の保証が望ましいわけですけれども、上限がこれありますと事業者の負担が残る、そうするとなかなか事業者が使わない、あのタクシー事業者でもねあの、どこでもそうだと思いますけれども、この上限についてはどのような見直しをされるんでしょうか厚生労働省、田谷審議官。 お答え申し上げますあの雇用調整助成金、あの1日の日,日額の上限が8330円となってございますが、これにつきましては、ですね、えー、この引き上げにつきましては、これまでも各方面からご要望いただいているところでございまして、またあの総理のご発言もあったところでございますので、えー、今後、しっかりとお検討して、具体化を図ってまいりたいというふうに考えてございます竹田良介さん、はいあの。組合の方もですね、 会社と交渉するときには、会社の負担が増えることなく、休業手当を引き上げることも可能なんだということを説明しながら、交渉しているという話も聞いております、あの本当に生活できるような制度の拡充を求めたいというふうに思いますし、補償金の制度の拡充はこう小出しにされてきて、ですね私も社労士の方なんかがその変化についていけないという声もたくさん聞いております、もうこれ以上ないっていう、ね、あの拡充をぜひしていただきたいというふうに思います。 でそういう誇張金の制度を拡充してきたわけなんですがそれでもやはり解雇がありで不当解雇も起こっているということがございます先ほど紹介しました千葉流通ですけれどもこれ4月の30日に突然整理解雇通,知書通告書を出してきたということなんですねで労働組合は4月の20日に団体交渉さらには交渉に入る前にも雇用調整助成金を活用して会社も労働者も一体になってこの危機乗り切ろうと いうことで会社側と話し合いを続けてきたわけです、そのさなかでの整理解雇の通告であり、私、これ、絶対許されないと思うんですけれども、こういう悪質な解雇を許していたら、今後、同様の解雇が続く可能性もあるんだと私、思うんです。直ちにこれ、指導すべきだというふうに思いますけれども、厚労省、いかがですか。地味厚生労働大臣政務官 個別の事案については、答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として、労働者の同意を前提としない、使用者による一方的な労働契約の解約は解雇に該当するものでございます。労働者を解雇しようとする場合においては、労働基準法第20条第1項において、 原則とととしてて少ななななくともも日前にそのの予予告告ををするかあるかあいいは解雇予告手当を支払わなければならないものとさればらさおりますまた、解雇の有効性については、最終的に司法において、個別の事案ごとに判断されるものとなりますが、客観的に合理的な理由を書き、社会通念上相当であるものと認められない場合は無効となりますということとされております。厚生労働省といたしましては、これらの法令等に照らして、問題のある事案を把握した場合には、引き続き都道府県労 同当局等において適切に指導を行ってまいりたいと存じます竹田良介さん、時間が来ておりまますので、ま、とめください、はい、しっかりぜひ指導していただきたいということを重ねてお願いをして質問を終わります。